今回ですね、ラジカルさくらというシリーズなんですけども、打っていただいた感想をお願いします。はい、まず今あのスピードの S を使ってるんですけども、それと同じような感覚で、あのしなりがあるっていうような感じです。ラジカルの S はちょっと固めかなと思ったんですけども、これはすごいしなりがあって伸びていくっていう形で、あのとっても気に入りました。はい。今回さくらというシリーズなんですけれども、デザインがかなり一新されて、ちょっとラジカルらしくないかなと思ったんですけど、その点はどうでしょう。はい、あのこのカラーがまずこのピンクに一目惚れしたところもあります。で、あのなかなかそのヘッドの中でピンクっていう採用されてたものがなかったので、あの私はとてもなんか日本らしく、あのそしてこのピンクっていうのにすごい惹かれて、とってもお気に入りです。ラケット自体はちょっと競技者向けかなと思うんですけども、どういった方におすすめできそうですか。もうどんどん振っていく方とか、もうオールラウンドプレイヤーで、あのストロークもボレーも何でも活かしてできると思います。はい、ありがとうございました。